そうか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 だからあれだけ周りがもてはやいして野村さん野村さん言うてますやん何を言うとんかいなと思ってわしその時なんか早やからどれだけのもんかいなと思ってそうう思よこれで口に出したらタイガースの OB 伝統のないじゃ伝統が悪さが伝統だとか何とか言うて何言うたんやこの何も分かっとらんもんかと思ってそれでカリカリって言って。 あのね、うん、俺はね、うん、夫婦と大喧嘩したことあるんだよ、うん、<laughs> テレビのカメラが4台ぐらいいて、うん、こうやって喋りながら、うん、奥様と3人で大喧嘩したの、ねうん、あれそのずっとそれスイッチ入ってるい、ね、ま、うん、だにあの某テレビ局の倉庫の中に幻のテープ入ってるわ、うんうん、それまだ表に出てないだって、てにやろ怖くて、えー どんな話やったんですか。ああか僕えって。それない。エムさんが本人に言ってる。もうもちろんと。アダムさん。こんなとこは原因はなんかね、俺の悪口を書いてると。放送で言ったりね。でそれはきっとあの監督になりたいために野村の四書しただなれないからとか言ってそんなへりわけのわからんこと言ってんだよ。でそこへ持ってきてそこでね。 あんたとかって出が始まってあ<ー>ほんで俺に噛みついてくるわけよ俺もだって難やからノブ、はい、さんの,あのオフの態度の中こう言ってたんだけどさ、うん、まあまあそう言わずに「ってこうやってやってるうちに俺も切れて「高しこら!」<laughs> ってって大げかしだよ。うん、普通は我々の感覚やったら男の前言ったら亭主の仕事の話に女房が出てくるようなことないじゃないですか。 うん、あれをね、まあ、傍若無人にずっとやらしたんだ野球界がうん、みんなよいしょよいしょしてねそれはね俺はでもねあのしょっちゅう言ってたよはっきり言ってほいで一番笑ったのはねもう晩年、うん、あの何年か前にあの宮崎で。うん ホークス OB 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 対ジャイアンツのあの頃金谷中島さんがみんないたわそれで何回みんな来たんだよ昔の旧南海でも何回は大ーソフトバンク昔の南海ホークスやった3つ OB がいるからベンチに行っても旧南海の人がちょっとこっちの方にいるわけでトニアなんかそうですねでこのホークス大ーとかソフトバンクはあんまり知らないじゃんでノブさんが来たんだよ もう車椅子に乗って呼べばでベンチの中い一人来たわけや、うん、そしたら誰もそこへ行かないわけで,す <laughs> であんまかわいそうだから俺は横に行ってさ「でかのどうなんですか?」っの言ったら「か。車中に球場来たな」とかでブツブツ言ってほ、うんででチカッとこう見てるわけや急何回な昔の現役時代の色から俺は俺に「おいあいつら俺に挨拶こんな <laughs> なんでやね <laughs>、うん」 いてそんな監督嫌われてますから嫌われてるから聞えへんねんあいつらほんで俺があの大きな声でわざと「おい嫌われてる嫌われてからお前らんか寂しかったのかなあいつらで来たってくれよ」ってほんで来たらもう上機嫌よしかし俺ら平気で言うかないや、わしもね東北の震災会なんかで義援金集めとったんやででなで ちょうど義援金のあれやったあとビ室帰ってきてうん、うん、でそっち座っとったらそこに野村さん来たんです、うん、で私は「おい川と今何か義援金それその時俺いたよあの時にああそうそうそううかそんなことやっとったんか」って「おい川とわしも阪神の帯やからな」うん、じゃあお前らがやっとんのやったら言ってその時2万円 最初1万円しか出そうとせんかった俺が言ったのはもうそんなの少ないやってあの時そうかあれいたな OB 室でなービスで来たんだよめったに来ないのにほんちょうどお母がいてここで義援金の話になってノブさんに「出しろ出しろ」って言ったらさ最初渋くで1万円ぐらい出してくれたらそれは大変なくなもんなんでほんでちょっと増やして出したね2万円や。 万じゃあかよよな万ぐらい出せってあれだけ稼いとんやからタイガースがどんだけ取ってきたかいやほんまやめちゃくちゃ取ったのであれ3年間でだからまあでもおもろい人だったよいやだからあの人はあの人なりにそういうふうにこうしてわっとこらえたら好きなんですよねそう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 で野村さん野村さんと言われることにもどっぷり使っとるからそうそうそうだからねまあそんな時代もあってね まあ野村さんは野村さんなりに頑張ってやったと思うんだよ、うん、そのな,ないじゃね、自分流のなんとか、うん、選手の、俺はでも、俺らほら、選手、バッテリー組んでたじゃない、うん、確かにそうですわね。4年間、俺いてね、うん、俺4年間200イニング投げてるんだから、何回で阪神でまた2年続けて200イニング投げてる、うんうん、俺は6年連続投げてるんだから。ということは、野村は4年間、200イニング、俺の球を受けてたんだよだから。俺はいやいや 選手の選手野村というのが俺は強いから今言うように名将とか監督の野村ってそんなに俺は勝ってなかったあれなんで世間があんだけ名将名将というのかあれが不思議でしょうがなかったよねしらはもう一回も飯食ったこともないし一緒にユニホーム着たこともないから全然分からへん。が あのやってはいけない阪神の監督を3年もやって3年連続最下位というなだからあれはやっぱりおめえだよね、うん、一番あの人阪神来てなかったらもっとあれでしょうああそうかも分からんな、うん、だけど逆に、うん、あれだけ野村克也という名前が大きくなったのは、うん、逆に阪神来たからですいやそりゃそうよだからあの時に、うんうん、俺阪神もまあ ちょっとどうかなと思ったら、うん、野村人形って100万円かなんか作って売ったやろ知らないいや嫌いなも売ったよあれそれで、うん、あれでもう要するにね野村さんもこうこうあの貢献したと思うのは、うん、弱いいけど客は増えたいやそれは客増えてました<な>それまでやっぱり弱かったから、うん、だからあ野村やったら何とかしてくれるんじゃないかと思って売っとわんでからあれで味し締めて次の監督も星野さんにしたんだよね。うんそうです だからあれ,<私>あれかって後ろ裏側で新聞社が全部糸引いとったんですから、うん、ああもうね、うん、ちょっと俺はだからあの辺りがねどうもねちょっと入っていけないとこだったよ阪神のだってそういう話なんて阪神だけじゃなくてジャイアンツもそうですよ、えー、まあまあ確かになどこもだってエモさんの場合は今やったら巨人中心の仕事が多いでしょホー、うん、なんかあの帽子一つもらったことないよ 一つもらったことなないカレンダー一つもらったことないの巨人からこんだけよいしてるのにいや向こうはやっぱ俺を敵と思ってるからね阪神やと思ってんだよ俺違うって阪神じゃないって言ってるのにだって一緒に野球見とったって巨人のほうもええことばっかり言うとるやんいやだからあれは原が俺が選挙の時に現役の4番の時に渋谷のハチ公前に来てガードレールを使って10分喋ったんだから。 選挙運動やった言われよそりゃ恩義やの人間として死ぬまで俺はあいつに恩義持ってるよ今年もそうよみんなからボ力ルクソに言われてるんだよあんなん最下位決まってるじゃないか巨人はねビ B クラス決まってるじゃなかってうんまあそりゃそうだそうだいいよいいよ」ってこの前もインタビューでね腹減ってて「いや絵本さんだけですよ」言ってくれるのは俺もつらいんだよそこはだって。あれだけやっぱり 全権でなんだかんだ言うて言われとるじゃんでジャイアンツの OB からもソース感食らってますよだからそうなんだけどそれはそれでもうそっちの世界で俺知ったことじゃないんだよまあ俺は腹だけにとりあえず恩義をこうね返すことだけしか考えてないそらね。一旦たギリ受けたらやギリ返しは巨人の4番バッターだよあの年ねむちゃくちゃ調子悪かったで俺がなぜかねいやこれで6月から絶対復活すると。 まあそれはひねくれて俺が反対 <laughs> 人が言うこと,と反対かいってた <laughs> うん、うん、それがうまいこと言って本当に打ち始めちゃったわけであれはそれが嬉しかったみたいなんだねまあ誰しもねダメな時によいしょしてくれるやつとはあり方もねえじゃねえ <laughs> そうそうそう,そう、うん、別に狙ったわけじゃなくてただのひねくれて俺が、うんうん、みんなが批やしてるとちょっと褒めとこうと、うん、あのかばっとこうっていうのがあったんですか何かあったんでしょこれは絶対あるうちポイントみたいなのもあったんちゃうの いいやないね <laughs> その後あったのはね原がね信奉してたのはねやっぱ選手ってやっぱり脈々と監督ごと選手ってあるじゃないありますね自分個人的な信頼感藤田さんですよやっぱりああ藤田さん、うん、藤田さんにものすごくうん、うん、でそういうことがあった後にあれ優勝直前にもう絶不調の時に原を使って逆転のスリーランを打って、うん、優勝したことあるんだよね。 ああの時も藤田さんにすごくだからそういう恩義とかなんかそういうのがさどっかにこうあってまあだから人間ってその関係っうのはちょっとしたことから信頼がいやだってハンにでもそうやろここまでずっといられるのがやっぱり誰がいろんなさそういうだからわしは OB の方を悪く言われたりタイガースを悪く言うう 世界にに住んでない人間に言われるの頭そりゃそうだよ何分かってものを言うとや、うん、そうそうそう。これからの球界に最後はまともな話をちょっとやってうん、うん、締めたいなと思うんやけどまあ阪神者があの川のやつを見てる阪神ファンが多いだろうけどやっぱり俺はやっぱり魂は捨てるなって阪神・巨人戦の、うん、敵は巨人やてその精神は忘れないでいい、まあ、そう、ね、選手もなだから徳川こっちは豊臣なんやがる、ねうんだかあるら敵は 巨人だけですもうねヤクルトだとかね横浜とかねあの広島とかは仲間親戚親戚や親戚兄弟だから、うん、あの敵や巨人それはもう俺が言いたい一番だからこそ伝統の一戦って敵やからこそです伝統って言われるにしては優勝回数が少ないから、うんうん、だから <laughs> だけどだかそこ魂たや三十数回たや五回これじゃライバルにならない <laughs> と、うん、というこではおいしい肉を食べに行きます。